にちは、ゲゲゲスカッシュです。この度は俺たちのロックンロール2のキャストオーディションにご応募いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、正直めちゃめちゃ僕は感動しました。と32人と動画を投稿していただけたんですけど、もうね、もうそのめっちゃメラメラっていうの、そうだねそうだね、心が本当にね、あのこんなにたくさんの人が動画を応募してくれるなんて本当に思わなかったんでね、本当にびっくりしてます。9月の18日で動画は締め切らせてもらいましたので、結果はですね、来週の金曜日に結果が出ます。おー、今からですね、いろいろ感想を述べたいと思いますので、はい、みんな本当に動画ありがとう。ありがとう。どうもありがとうございます。それじゃあ一人目いきたいと思います。俺たちのライブに来てくれて本当にありがとうございます。今日は最後まで盛り上がっていきましょう。オーラなんだよね、後ろの。そうですね、相当オーラあるね。声も出てるし、何よりね、一番最初に投稿してくれて、めちゃめちゃ早かった。ありがとうございます。ありがとう。しょうがない、みんな見てくれよな。彼はさ、かなりいいけどさ、うん、その彼の目からはその大ちゃんああいう風に見えてた。そこなのよ。あと人もね、散々書いてたからね。散々書いてた。お客さんも手ぶれでさ、人いっぱい見せた。愛を込めて歌うから今日は盛り上がっていきましょう。お客さんも入ってくる。目力があるね。吸い込まれるような目をしてる。そう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 。いや、あとカット、カット割り、カット割り。あ、そう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 。完コピしてんだ。あとお客さんも自分でやるっていうね、完璧だった。新しいスタイルで。俺たちも本当にありがとうございます。稽古を感じてる。手を取るから。ゲームですけどね、踊っちゃったんだよさっき。サトミンはさ、やっぱり喜怒哀楽4つ入れたってことはさ、そう、すごい感情表現が豊か。いや豊かよ。じゃあ一押しはどれなの。一押しはやっぱドだね。お前らあれしか来てなかったから1曲しか用意してないけど、何曲かあるわけでしょ。別に何曲も出してくれりゃいいじゃん。ビビッドブルーで飛び出しパーバンだ。そう俺が何度も聞いちゃってる。飛び出したブルブルンバ。もう曲歌ってんのよ。歌ってんだ。飛び出したブルブルンバ。もう始まった。そういうアレンジ。ブルブルンバ。これさ、マッキーでやってるからね。そう。ビビットブルーで飛び出したオーパー。結構声も出てるし、なんか拳が効いてんだよ。あとやっぱりこの子はね、飛び出したオンパってとこだね。あとさ、マッキーで行っちゃってっからね。これは全然取れないよ、マッキーだったら。そうなのよ。たださ、すげえ塗ってくれたんだけどさ、逆光なもんだよ。ちょっと塗って、そうだね。待って、ちょっと怖くない？ここで止めたからさ。オーディションに参加しまーす。カンペさん来た。はい、夢さん見てますか？見てるよ。一曲しかないけど、愛よ、愛を込めて歌うから。カンペさんでしょこれ、完全に。いや、もう結構何回も見たね、この。俺も見た。って愛を、愛を、愛を。ただ確かに系統はゆうやと一緒だね。こんな子供だったの。そうだね、全く一緒。俺と一緒、全く一緒だね。似てるよね。ちょっとやってくる。愛を、愛を込めて歌うから。一緒だね。彼の方がうまい。あとこのメイク知ってる？これ あの黒くやってるとこがさ、うん、あのアイシャドウとさ、まつげ、あのペンで一個全部全部表現してるから。盛り上がっていきましょう。ここ俺は注目してほしい。これはいいよ。見えてんだよサンタには。ここに何千人も。あ、そういうこと。飛び出した声が先に届くんだ。ちょっと待ってよ。いいじゃん。やっぱ熱意。それでは結果発表。